はい、どうも皆さんおはようございます。今日もね、一日ルーティン撮っていきます。はい、まあ今日も一発撮りでいきたいと思うんですけど、この喋りやってたら絶対ちょっと喋る上手くなるでしょうと思いながらね、アフレコ録音してます。まあまずスキンケア、僕ほんと最近肌にね気使ってて、まあ、しっかり保湿して乾燥しないように心がけてます。でヘアオイルですね、もうパーマ当てて、でハイライトとかも入れたらもう髪の毛めちゃくちゃ傷んでるんですよ。なのでね、肌だけじゃなくて髪の毛のケアもしっかりやってます。でね、だいたい朝起きたら僕の部屋の服散らかってる。僕結構服散らかしてハンガーにかけない癖あるんで、それで片付けてます。でね、朝から食材なかったんで近くのスーパーにこうカレー、僕の作るカレーマジで世界一うまい、もうみんなに食べさせてあげたいってぐらいね、自分で思うぐらいうまいんで、しっかり今日はねカレー作っていきたいと思います。人参とかね、いろいろ買って、ほんで出ていきます。はい、まあ歩いて今日どこ行くんやっけな、多分作業しに行くんですけど、中うね、中うってバカうまいしバカ安ないっすか。僕こういうすき家とか中うとかこういうの好きなんすよ。今日頼んだんはなんか親子丼と冷たいうどんっすね。はい、でグランフロント大阪駅にあるタリーズで今日作業やっていきます。ここね一番上9階にあって、上からの眺めも良くて、なんかね高いところで作業したらちょっとはかどるような気持ち、そんな感じして、いつも最近はねここでやってます。結構やっぱカフェはちょくちょく買えますね、飽きちゃうんで同じ場所だと。で今日はショート動画完成させて、はい、エレベーター降りていきます。はい、自宅帰ってきました。なんかね、だいたい僕が作業終わって外に出たら雨降ってるんですよ。僕まあ雨男なんでそういうことが多いんですけど、まあ今日もね雨の中ジムに行きたいと思います。これリフトのね、T シャツかっこよくないですか。で今日なんかアームスリーブつけてみようってことで、アームスリーブつけて、このデニムも実はねリフトなんですよ。はい、まあ私服っぽいやつ、あ、これ紹介したい、ネイチャー館のパンプパワーっていう、多分なんかアルギニンとかシトルリンとか入ってるやつで、多分すごいパンプするやつで、今日初めて飲むんすけど、色が見てめっちゃ濃い。でこれアップル味なんですけど、これうまいっす、この色濃いやつ、色濃いやつね、うまい。でこの EAA もジンさんのやつなんですけど、この EAA もめちゃくちゃうまいんすよ。でこの2つの味の相性がめちゃめちゃ良かった。気になる方いればね、今ちょうどセールやってるんで、こちらのコード入れたら最安値で購入できます。ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあジム行く前にね髪の毛セットしていきます。これがロレッタってやつで、まあ、結構濡れ感出せるやつで、キープ力はまあまああるって感じなんですけど、時間経っても修正効く、最初の方は。でカチカチにならないタイプのやつで、だいぶ使いやすいです。ドンキとかにも売ってるんでね、チェックしてみてください。はい、じゃあ今日はね肩のサイドのトレーニングやっていきます。僕肩のサイドのトレーニングほんま苦手で、まず最初にいつもねこのマシンでウォーミングアップしてます。これでまあ肩をある程度温めてからサイドレイズに入るという流れですね。はい、だいぶ暑くなったんで上脱いだんですけど、もう見てください、僕の肩、後部の方、リアの方全然ないっすよね、これ。なんでね、もっと後部の方も鍛えて、しっかり立体感のある肩を作っていけたらなと思ってます。はい、サイドレーズはいつもね10キロ以内でしてたんですけど、まあ今日はちょっと重めの、12.5 キロでやっていきます。結構ね僕僧帽に逃げちゃうんで、負荷が逃げないようにしっかり、工夫してやってます。でまあ結構ドロップやるんですよね、僕軽いやつに変えて、まあ、結構回数多めでやってます。
でね、皆さんこれ AirPods つけて音楽聴いてると思うじゃないですか。これスマホで動画撮影してるんで、この撮ってる時って音楽流れてないんですよ。それがちょっと最近の悩みで、音楽聴くようにちょっとなんかデバイス欲しいなとかも思ったりしながら、追い込んでます。もう結構ドロップする、2段階ドロップ、これ多分6キロかな。最後の最後は本当にもう軽いやつでね、しっかり回数やって追い込んでます。結構これパンプしてますね今日も。そのままダンベルでフロントレイズを行っていきます。なんかね、肩の筋というか骨の組み合わせが、噛み合わせが良くないのか分かんないんですけど、フロントレイズで上げた時毎回右肩がポキポキ言うんですよね。これちょっと良くないんでね、しっかり見てもらいたいと思います。はい、じゃあ肩がね終わったら、今日はベンチプレスです。今日はベンチプレスというか、最近ちょっとまあ毎日、ほぼ毎日ベンチプレスをちょっと入れてるんですけど、ちょっと重量ね持てるようになりたいなってことで入れてます。やっぱ肩やった後なんでね、結構重量は上げれなかったんですけど、まあ意外とね結構追い込めました。でも一人だとね補助入ってもらえないんで、最後の追い込みっていう部分でやっぱり誰かとゴートレするんが僕的には一番追い込めるかなって思います。なので皆さん僕と一緒にゴートレしましょうよ。はい、じゃあこれがね胸のラストセットです。見てください、僕の顎というか首、何十顎、多分十顎ぐらいなんですけど、まあしゃあないでしょ。やっぱりトレーニングやってる時の顔はねめちゃめちゃブサイクなんで、仕方ないです。で、ね、しっかりもう追い込んで最後の最後の力振り絞って今日も追い込めました。はい、顔死んでる。はい、それでは帰ってきてね、夜飯作っていきます。いやー、カレー作るって言ったんですけど、もう腹ペコペコで、今からカレー作るって言ったら結構時間かかるじゃないですか。ということでね、安牌に今日も胸肉切って焼いていきます。いやー、これ便利、何回も言うけど、オリーブオイルのなんて言うんだ、スプレーのタイプ。いやー、今日これ朝と一緒でしょ。全く、まあ、カレーはね後日作りたいと思います。やっぱ黄金のタレ、エバラの甘口、うまいわ。このトレーニング後に食べるご飯ってめちゃめちゃうまいんすよね。え、どうやった、翌日ね、翌日どうやった、飲んだ日。だいぶ暑いよ。はい、ということでお風呂から出たんでスキンケアやっていきます。お風呂の温度だいたい44度ぐらいで入ってるんですけど、結構暑いっすよね。出た後はね結構汗かいてっていうこともよくあります。はい、美容液をしっかり肌になじませてスキンケア完了です。まあこんな感じでだいたい僕の1日終了です。皆さん最後までご視聴いただきねありがとうございます。はい、しっかり頭を乾かして今日も一日頑張りました。皆さん明日から頑張りましょう。